すまんな。何？うん、そうだな。お。どこ行くかな？ここだな。何が出てくる？やった。男だな。ありがとう。どこに？
どこに行こうか。ここに行くぞ。注意して進め。おうおう、出てきやがったな。どこに行こうか。ここに行くぞ。さて、次は帰ってきたな。これは私が探し求めていたパルファム。これを私にくれるというのかね。これで新たなパルファムマジックの開発を進めることができる。ありがとう。この恩は忘れない。戻ったら早速研究再開だ。メーン。依頼主から聞いてた話ではこの辺りにいるらしいんだが。でも懐かしいわね、偽物のサラマンダーなんて。夏、私と初めて会った時のこと覚えてる？まあ、そりゃな。そっか、私も鮮明に覚えてるわ。家を出てきたばっかりであんな事件に巻き込まれるなんて。夏の偽物に騙されて奴隷になってたのをオイラたちが助けたんだよね。
行き過ぎ行き過ぎ。奴隷船に乗せられたところで助けてもらったの。でもその偽物のおかげで私はフェアリーテールに入れたのよね。まあそういう意味じゃ少しは奴に感謝してもいっか。ルーシーがフェアリーテールに来て毎日退屈しねえからな。あの時お前誘って正解だった。そんなことはっきり言われたら恥ずかしいじゃない。でもまた別の偽物が現れるなんて夏も人気者だね。まさかまた同じやつってことはないわよね。そりゃねえだろ。だって依頼主の名前見てみなよ。え、依頼主ボラさん。ボラってもしかしてあの時の。はい、プロミネンスのボラ。前偽物のサラマンダーを名乗ってた人だよ。すっかり改心したらしいぞ。俺のこと兄貴って呼んできたな。へえ、そうなの。うん、まあそれならそれでよかったのかしら。いろいろ言いたいことはあるけど、とにかく今は新しい偽物をぶっ飛ばしに行くぞ。ああ。いや。なんだって？よし。行くぞ。見つけたぞ。てめえが偽物のサラマンダーだな。偽物？何のことだか。俺は正真正銘フェアリーテイルの。俺がフェアリーテイルの夏だ。何？その無償、まさか本物の。私たちのギルドの名前を利用して悪事を働くなんて許さない。ぶっ飛ばされる覚悟はできてんだろうな。よっしゃ、行っちゃ行くか。アニマルソウル。ああ、月戦。たあいもない。参りました。ごめんなさい。俺たちに喧嘩売るからだ。お疲れ様、夏。無事に一件落着ね。なんだこの騒ぎは。貴様はまさかここ最近悪事を働いているというサラマンダー。俺は本物だ。おう、自分から正体を明かしたな。違う。最近暴れてたってのはこっちの偽物で。夏、面倒なことになる前に逃げるわよ。おお、そうだな、帰ろう。フェアリーテール。たったいま。よし、それじゃあ出発だ。はい。それにしてもこの依頼主の人、見つけた鍵は譲ってくれるなんて太っ腹ね。主目的は遺跡の調査ということでしたから、調査結果をきっちりまとめて報告してくれればよいと。俺文章苦手だから、そこはルーシーさんに任せるよ。ルーシーさんって趣味で小説書いたりするんだろ。え、誰から聞いたの？って聞くまでもないか。夏ね。というか私に話を持ってきたのってそういう理由もあったわけね。バレたか。頼りにしてるよ。ルーシー様、私もお手伝いしますから。
まあ頼りにされるのは悪い気はしないけどね。さあ行きましょう。どこ行くかな？ここだな。遺跡はこの先です。遺跡の周りにはモンスター様も出るらしいので気を引き締めていきましょう。モンスターにまで様付けしなくても。調査であんま力になれねえ分、戦う方は俺に任せてくれよ。近づくモンスターは俺がぶっ飛ばす。そう、例えばあいつみたいな。モンスター？あっ！雪乃、大丈夫か？あ、はい、私は大丈夫です。あっ、私の鍵が。あいつ、雪乃の鍵を取っていったのね。私は、また鍵を。ごめんなさい、精霊のみんな。あいつ、遺跡の方に逃げていったな。ちょうどいい、取り返しに行くぞ。雪乃、俺のそばから離れるなよ。はい。ごめんなさい。雪乃。最高だぜ、この感じ。
依頼にあった遺跡、雪乃の鍵を取ったモンスターはどこへ逃げたのかしら。あっちの方だな。さすがドラゴンスレイヤー、モンスターの匂いが分かるのね。いや、鍵についた雪乃の匂いだ。私、そんなに匂うでしょうか。いや、そんなことはねえぞ。あっちですね。私、見てきます。あ、おい雪乃、待てって。おい雪乃、どうした。モンスターがこんなに。もしかして雪乃の鍵を取ったやつの仲間。おいてめえら、俺の大事な仲間に手出すんじゃねえ。雪乃は俺が守る。スティング様、かかってこい。一匹残らず倒してやるからよ。よし、始めよっか。最強だ、負けはしねえ。ふう、片付いたか。スティング様、ありがとうございます。ちょっとお前、どうしたんだよ。泣くな、泣くなって。だって嬉しくて、私を守るって、大事な仲間だって言ってくださって。雪乃は、ああ、俺はギルドを一から作り直す、仲間を大切にするギルドにするって決めたんだ。だからお前らがピンチの時はマスターの俺が絶対に助ける。私、サイバートゥースに戻れて本当に良かったです。こっちこそ、お前が戻ってきてくれて本当に良かったよ。私はお邪魔みたいね。あ、ルーシー様、どうかされましたか。鍵あったよ、取られちゃってた雪乃の鍵。よかった、みんな無事です。よかったな。って、なんか鍵の本数が増えてねえか。この一本は私の鍵ではありません。ってことは、それが依頼にあった遺跡に眠る鍵？見せて！ずいぶんボロい鍵だな。そんなんで本当に精霊が呼べるのか？ああ、ダメみたい。これ完全に魔力を失っちゃってるわ。ってことは、ただのガラクタってことか。ああ、骨折り損だったか。いえ、本来の目的は遺跡の調査ですから、依頼者様のためにしっかり調査してレポートにまとめましょう。どこに行くの。どこに行くの。ここだね。さて次は、
ルーシー様、お疲れ様でした。手伝ってくださり本当にありがとうございます。いいのいいの、私なんて大したことしてないし。いえ、依頼者様も非常に読みやすいレポートだと褒めていらっしゃいました。ルーシー様は素晴らしいと思います。ありがとう。でも鍵のことは残念だったね。もう力を失ってたなんて。いえ、私はいいんです。もっと大切なものをもらいましたから。あ、どうした雪乃、俺の顔になんかついてるの？いえ、何でもありません。じゃ、俺たちはそろそろ帰るわ。ルーシーさん、手伝ってくれてありがとな。また会いましょう。すまない君たち、私の頼みを聞いてもらえないかね。ん？いつよ。なんだ頼みとは。我がギルドが誇る魔導爆撃艇クリスティーナ海、そのさらなる改良を今極秘裏に進めているのだ。それ私たちに言って大丈夫なんですか？このことは内密にしてくれたまえ。で、そのクリスティーナがどうかしたんですか？改良のために特殊な材質の部品を用いているのだが、その原料がなかなか手に入らなくてね。集めるのを手伝ってほしいということか。ねえ、まさにその通り。さすがエルザさん、話が早い。まあ、お前のギルドやクリスティーナには以前世話になったしな。そういうことなら手伝おう。ありがとう。達成の暁には私から感謝のハグを送ろう。それは遠慮しておきます。さて、どこに行こうか。ここに行くぞ。そうだな。どこに行こうか。ここに行くぞ。
さて、次は帰ってきたな。ねえ、ありがとう。これでクリスティーナの改良を一気に進めることができる。どういう風に改良されるんですか？のんのん、それは言えない。極秘裏の計画なのでね。危険なことでなければよいのだろうな。そういえばクリスティーナって一度壊れてましたよね、オラシオン星人と戦った時に。それから修理を行ったのがクリスティーナ海道。私たちが天狼島で行方不明になった時、一夜さんたちがその船で探してくれたんだよね。レビィちゃん、いつの間に？ごめん、話が聞こえてきたからつい。ジェットとドロイに聞いたんだけど、私たちの手がかりを探すためにクリスティーナ海で世界中を飛び回ってくれたって。本当なのか一夜？まさに。イシュガル中のエーテルナノ数値を調査し、天狼島がまだ残っているという事実を突き止めたのだ。そうだったのか、私たちのために。我々とフェアリーテールは共に競い共に戦った友、その友情のパルファム、私は忘れない。これからも良い関係を築きたいものだね、エルザさん。そうだな、ギルド同士仲良くしよう。ではまた会おう。一夜さん、普段はふざけてるようにしか見えないけど、結構義理堅いよね。そうだな、仲間思いで実力も確かなのだが、もう少し落ち着けないものだろうか。ということのようでして、早急に討伐に向かわなくては住民に危害が及ぶ可能性も。なるほど、じゃあ道のリクエストボードにも貼り出しておきますね。おや、一夜じゃないか。なぜここにいる？フェアリーテールに何か用なのか？これはこれは、エルザ様。クック、今日もいいパルファムだ。やめろ、匂いを嗅ぐな。そうだ、エルザに頼んでみるのはどうでしょう？おお、それはいい。エルザさんが協力してくれるなら、これほど頼もしいことはない。どういうことだ？話が見えないわ。詳しくは一夜さんからどうぞ。ええ、お任せを。ではまず、お話の前に再会を祝して、一杯。遠慮しておく。早く本題に入ってくれ。それではまずはこの依頼書を見ていただきたい。モンスター討伐の依頼か。特段おかしな部分はないようだが。これはもともとモンスターの生息地が我がブルーペガサスの本拠地近くだったこともあり、こちらへ回ってきたものなのだが、最近ターゲットが生息地をこのマグノリア近郊の森に移したようなんだ。なるほど、それでうちのギルドに応援を頼みに来たわけだ。ズバリそういうことだ。フェアリーテールの魔導士なら土地勘もあると思ってね。わかった、ならば断る理由はないが、それはつまりお前と協力して討伐に当たるということか。誠心誠意エルザさんをお守りしよう。今宵は私があなたのためのナイトだ。ああ、よろしく頼む。よし、どこに行こうか。ここに行くぞ。この辺りにターゲットのモンスターが生息しているという話だったな。ええ、
しかしこうやってエルザさんと一緒にお仕事をするのはあのニルバーナの一件以来だったかな。言われてみればそうか。お前にとっては7年以上前ということになるな。時間など無意味だ。私の中のあなたはずっと色褪せない存在。あなたと出会った時のパルファムはつい昨日のことのように思い出せる。私も初めてお前と会った時のことは記憶に残っているな。あまりにインパクトが大きすぎて。それは光栄だ。生涯この位置を忘れないでいてくれ。忘れたくても忘れられないだろうな。さて話はこのくらいにして討伐へ向かおう。いざレーン。あの見た目で実力はブルーペガサストップだというのだから、人を見かけで判断してはいけないな。エルザさん。紳士の伝武タコ。私の勝ちだな。ねえ。やっ。おうおう。出てきやがったな。やがったな。アニマルソウル。フォトンスライド。俊足のパルファン。抜かぬ太刀の形。フッ。おお。どうしようかな。タッ。フォトンスライド。我々の勝利だ。かかる火の粉を払うのみ。アニマルソウル。フォトンスライド。やっ。おお。私の勝ちだな。ねえ。
よし、思ったよりも早く終わったな。エルザさんの協力のおかげだ。この感謝のパルファムをあなたに。やめろ。感謝するのは早いぞ。まだ依頼は終わってない。おっしゃる通り、報告するまでが依頼だ。急いでギルドに報告に戻ろう。メン、どこに行こうか。ここに行くぞ。さて、次は帰ってきたな。エルザさん、お疲れ様。おかげで助かったよ。改めてこの感謝のパルファムを。ああ、だがそれを言うならお互い様だろう。お前の力があったおかげで楽に仕事を進めることができた。エルザさん、やはり実力は認めざるを得ないな。助かったぞ、一夜。エルザさんからそんなお言葉をいただけるとは、私にはもったいない。いやはや、どう答えたものか。いや、そんなに深刻に受け取る必要はないのだが。そうだ、エルザさんに認めてもらったこの力、もしよければあなたのために使ってほしい。今後も困った時はいつでも声をかけてくれたまえ。あなたのために駆けつけよう、メン。そうか、まあ気が向いたらな。やあ、マスタースティング、調子はどうだ。エルザさん、こんにちは。マスターはやめてください。なんだかくすぐったくて。恥ずかしがることはあるまい、名誉なことなのだから。それよりセイバートゥースの活躍は耳に入っているぞ。これも新マスターのおかげか。俺はまだまだです。仲間に支えてもらってばかりで。でもそう言ってもらえるなんて、お世辞でも嬉しいですよ。手品ものか、本心だよ。それで今日は何の用でうちのギルドに。夏さんに会いに来たんだ。今日はマスターとしてじゃなく、一人の魔導士として。そうか、分かった。おい夏。なんだよ、スティングじゃん。夏さん、久しぶり。今日は一つお願いがあって来たんだ。お願い？なんだよ。大魔刀演武の時の借りを返したい。結局最終日は戦えなかったしね。ここでもう一度戦わせてくれ。そういうことか。それなら断る理由はねえ。やろうぜ、スティング。ああ、行くぜ、ナッサ。さんは、くそ、俺じゃまだまだ及ばないか。でも大会の時より強くなってるぞ。
あの時は1対2でも勝てたけど、今は差してもギリギリだ。なあ、ナツさん、俺もっと強くなりたいんだ。ギルドのみんなを、仲間を守るために。たまにでいい、ナツさんたちと一緒に戦わせてくれないか。ナツさんやフェアリーテイルからいろいろ勉強させてくれよ。何言ってんだ、そんなの今更だろ。みんなでドラゴンと戦った時から俺たちとっくに仲間だろうが。ありがとう、ナツさん。これからもよろしく頼むよ。ああ、よろしくな。一緒に仕事行きましょうよ。なあ、いいぜ。それじゃあどの依頼にすっかな。ナツとスティング、すっかり仲良くなったね。大会の時はあんなにバチバチやってたのにな、すっかり丸くなっちまいやがって。スティング君、帰ってもナツさんの話ばかりしてますよ。はい、あの時は敵同士だったが、今は共に戦う仲間だ。仲が悪いよりは何倍もいいだろう。おい、スティング、またフェアリーテイルに来ていたのか。お、ローグ、ちょうどよかった。お前もナツさんと一緒に仕事行こうぜ。いい加減にしろ。なんだって。お前はセーバートゥースのマスターだろ。自分のギルドをほったらかして他のギルドに入り浸りやがって。ほったらかしてねえだろ。ちゃんとマスターの仕事はやってる。その上で俺自身の修行のためにここに来てるんだ。ちょっと何の騒ぎ。喧嘩なら外で。部外者は黙っててくれ。はい。部外者って、ここ私たちのギルドなんだけど。ギヒ、今は放っておいた方がいいと思うぜ。自分の立場を考えろと言ってるんだ。セーバートゥースの中でだって俺とだって修行はできるだろ。俺だってちゃんと考えてるさ。自分のギルドのためにもっと強くなろうとしてるんだよ。俺がフェアリーテールの奴らより頼りにならないってことかよ。お前こそナツさんをバカにするんじゃねえよ。ローグ、スティング、喧嘩ダメ。フロッシュ、分かった。こうしよう、俺とお前で勝負をする。俺が勝ったらしばらくフェアリーテールに来るのはやめてもらう。望むところだ。それで何で勝負するんだ。ここで直接やり合うか。いや、ここにちょうど俺が受けてきた仕事の依頼書がある。こいつで決めよう。モンスター退治。なるほど、先にターゲットを倒した方が勝ちってわけだな。ああ、そういうことだ。いいぜ。ただし一つ条件がある。俺はナツさんと組んでやらせてもらう。何？どういうつもりだ。お前はさっきナツさんをバカにした。だからお前に俺たち二人の力を見せてやるんだ。いいよな、ナツさん。ああ、いいぜ。なんか楽しそうだ。お前も誰かとコンビを組んでいいぜ、ローグ。このままじゃ不公平だしな。バカにするな。俺は一人でもお前たちに勝ってやる。ギヒ、面白いことになってきたな。それなら俺はローグに加勢してやるか。な、ガジル、勝手なことを言わないでくれ。別にあんたの助けなんかなくたって。俺がやりてえからやるだけだ。サラマンダーとはいずれ決着をつけなきゃいけねえと思ってたからな。いいじゃねえか。火竜と白竜、鉄竜と栄竜、ドラゴンスレイヤーのコンビ同士、どっちが強いか決めようぜ。
分かった。受けて立つ。燃えてきた。今日こそ決着をつけてやるぜ、サラマンダ。あれ、なんだか話がそれていませんか。クロウもそう思う。じゃあ行くぜ、ライオス。その名前で呼ぶな。俺はローグだ。しかしこの依頼。どうした、気になることでもあるのか。いや、もともとはお前が相棒を誘うつもりだったんじゃねえかと思っただけだ。な、そんなわけあるか。さっさと行くぞ、奴らに先を越される前に。クロウ、ここに来る前ローグと一緒にスティング探してた。それでフェアリーテールのギルドで見つけてというわけか。なんと間の悪い。ギヒ。まあ俺には関係ない話だがな。どこに行くかな。ここだな。気を張っていけ。たちか。クソ、先を越されたか。俺たちも行こう、ガジル。二人とも遅かったな。こいつは俺たちの獲物だ。行くぜ、ナツさん。任せろ。なんだ、後ろか。これはもう一匹いやがったか。それじゃあこっちは俺らの獲物ってことだな。どっちがどっちをやるんだ。チッ、勝負なんて言ってる場合じゃないか。全員でやるしかなさそうだ。ギヒ、それはそれで楽しそうじゃねえか。行くぞ。さあ、逃げるなら今のうちだぜ。行くぞ。勝負はうやむやになっちまったな。そうだな。でも分かったことが一つあるぜ。やっぱり俺とお前が最高のコンビだってな。俺はこうやってお前と一緒に戦う時が一番力を出せるんだ。スティング、そうだな、俺も同じ気持ちだ。これからもよろしく頼むぜ、相棒。僕もいますよ、スティング君、ローグ君。クロウも。ああ、一緒に最強を目指そう。オイラたち、蚊帳の外になっちゃったね。ま、仲直りできたみてえだし、いいんじゃねえか。結局引き分けみたいになっちまったけど。別に俺はここでお前と決着をつけたって構わないんだぜ。なに、いつでもやってやるぞ。やめておけ、俺たちもさっさと帰るぞ。
どこに行くかな。ここだな。さて、帰ってきたか。さっきはすまなかった。頭に血が上って、いろいろとひどいこと。俺の方こそ悪かったな。でも分かってくれ。俺がナツさんたちと行動するのは、ギルドの仲間のためだって。さっきの戦いで分かったよ。お前は確かに強くなってる。そして、仲間のために強くなりたいっていう気持ちも分かるさ。ただ、たまには俺とも一緒に仕事をしてくれると嬉しい。なんだよ、急に。そんなの今更、でもねえか。最近は確かに別々でいることが多かったかもな。正直俺は嫉妬してたのかもしれないな。お前が別のギルドのメンバーと仲良くしてることも。ローグ、そうだ、お前もナツさんたちと仕事しないか。俺とお前で一緒に。なんだって。でもいいのか。俺は別に構わねえよ。俺はとっくにお前も仲間だと思ってるしな。ギヒ、また面白くなりそうじゃねえか。なあ、ナツさんたちもこう言ってるし、またこの4人で一緒に仕事しようぜ。そうだな、たまにはいいかもな。クノーマサーマー、よろしく頼む。ナツ、ガジラ。